ジャスプレストのプラサナイラジオのゲストとして出演させていただきました、琉大ミュージカル監督の平木博隆と言います。はい、明日のお天気ですかね。はい、明日のお天気の、希望は、そうですね、やっぱこう気持ちのいい晴れがいいですね。で、まあ、理由としては私たちの公演、琉大ミュージカルっていうのはミュージカルをする、団体なんですけど、その公演やっぱいろいろ大変なんですけど、晴れてた方が気持ちよく公演できたりするので、いつもこう雨だったりとかするので、今回は晴れだといいなということも気持ちを込めて、晴れにしていきたいと思います。はい、一応告知になるんですが、琉大ミュージカル、2月の13日に、フットルースという、ミュージカルをさせていただきます。今はですね、チケットとか、絶賛販売中ですので、ぜひホームページの方から見ていただけると助かります。よろしくお願いします。